タクマ電波高専の位置、タクマ電波工業高等専門学校は、香川県三豊市タクマ町に2009年9月末まで存在した日本の高等専門学校。2009年10月、高松工業高等専門学校と統合し、香川高等専門学校となる。略称は、タクマ電波で、地元での通称は電波校、または単に電波。一学年160名。 高学年で約800名の学生が在籍していた。卒業後、大学に編入する学生の割合が高い。旧国立電波高等学校を母体に創設された電波高専は、本校を含め全国に3校存在する。電子、情報系の専門技術者を育成する高等専門学校という位置づけになっている。全国高専ロボットコンテストの出場上連校である。 特に、高専ロボコン2006ふるさと自慢特急便では、アーク、アークで、大会史上初めてトーナメントの優勝と優れた、ロボット技術に対して贈呈される、名誉賞、ロボコン大賞の2冠を達成した。第19回全国高専プログラミングコンテストにおいて、自由部門で、うつ指導者どというテーマで、たく高専発の、文部科学大臣賞、最優秀賞、 情報処理学会若手奨励賞という W 受賞をした。また、課題部門では散歩で万歩マイナス88とウォークマイナスで特別賞を受賞した。2008年現在7年連続受賞している。電波祭と呼ばれ毎年秋に行われる。執法会と呼ばれる。ありがとうございます。